どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、僕たち東京に帰ってきまして、いやこっちは人が多いね。そうですね。で今回紹介するお店は、視聴者さんからのリクエストなんですけども、来てる場所が今新橋 でこの新橋に男のオムライスというお店があるということで、情報を調べてみたらなんか結構デカ盛りがあるんだよね。そうなんですよ。でこのチャンネルの大食い担当カメラマン今やってるゆっち、あなた最高で 2.23 キロまでは食べられるんだよね。いけます。でここのデカ盛りのメニューが 1.8 から2キロぐらい、1.8ぐらい、これはいけるんじゃないかということで、僕が撮影の許可ね、あなたがお店連絡して許可いただきまして、大食いチャレンジでいいのかな今日は。もう僕準備バッチリなんで任せてください。で僕はあの適量を美味しくいただきたいと思います。すいません、よろしくお願いします。42歳でございます。すいません。でここにもずらっとあるんだけど、モバイルでオーダーするんだよね。あ、そうですね。でお会計もセルフレジ。お店の方との接点が、まあ、料理を改善された時だけっていう感じかな。そうですね。でトッピングがいろいろ選べて、ソースも、なんか2種類選べるそうなんですけども、まあ、詳しくは中で、ね、はい、ちょっといろいろ食べていきたいと思います。でメニュー表がないんですね。ないですね。でここに QR コードがありまして、オムライスのオーダーのねちょっと順番があるんですけど、オムレツを選べると、硬派な薄焼き、それからナンパなふわとろ、で次がご飯の量を選べるんですけど、 200g からなんと 600g まで無料で増やすことができると。でさらにソースを選べるんですけど、自家製のケチャップか濃厚デミグラスで、トッピングを選んで最後はスマホで注文と。で一応これラミの、ね、メニューもあるんでこれ見てもいいんですけども、まあ、オーダーは基本はスマホで全部やると。オムライスのビジュアルはこういう感じになってます。ここにスマホをかざすと、はい、こういう感じですね。 であとはここでメニューを選んでオーダーしていくと。ユッチあったぞこれ。 ありましたねこれね。エッグボムさん、1キロオムライス。ユッチこれ注文しちゃうよ。あ、お願いします。で最初はねこれ来店回数何回目ですかっていうのがあるのね。と初めて。でカートに追加。はい、入りました。で僕はね昔ながらのハードオムライス、自家製ケチャップで。でご飯の量、まあ、僕はあの無難に 300g で、次に卵の焼き加減、ハードなのかソフトなのか。ハードで、デミグラスソース、ケチャップ、ケチャップで、ここでいろんなトッピングがずらっとあるんですね。まあ俺はちょっと体のことを考えて、ブロッコリーとカニクリームコロッケありました。ロッキーさんの大好物じゃないですか。210円で。ちょっと俺一個あと気になるのが和牛メンチ。ちょっとこれで和牛だから値段がねちょっと上がります。400円ですね。いっちゃいましょう。であとはセットドリンク、まあ俺はちょっとウーロン茶にしようかな。トッピング入れたら1580円になりました。パートに追加で、あなたのやつも合わせてですね。で注文を確定する。はい、 OK です。来たぞ、ユッチ。ほら、思った。来ました。来ましたね。カニクリームコロッケに和牛のメンチカツですね。これ1個400円だと思ったんだけど、2個で400円なの。このサプライズ嬉しいじゃないですか、ね、うん、おお、いいじゃない。これケチャップのやつ、ほらコーンとかがもう見えてます。うわ、うまそう。いただきます。うまっ。男のオムライスだから攻撃的なね、ケチャップのほら酸味とか意外と繊細な感じ で、 あ、そうなんで、バターが結構効いてるね。ああ、いいじゃないですか。バターのコクがご飯にまとわりついて、でもそんなんかくどくないし、でさらにねコーンと刻んだ玉ねぎが食感がいいんですよ。あ、いいっす。そう、口の中でねなんか歯ごたえもあって美味しいです。あとこのケチャップすげえ美味しいわ。洋食屋さんで出てきそうな本格派な感じ。そうで、ほらブロッコリーもさ2個ぐらいかなと思ったらさ5個入ってる。これもねやっぱ男のオムライスですから、遠慮がないですね、うんうん、いやこれうまそうだな、うん、あ、いいね。ちょっとね我慢できないんでね、カニクリームコロッケをねちょっと断面を見たいと思います。どんな感じなんだろう。あ、もうさっといけますねこのスプーンで。おお、わあ、うまそうだな。ちょっとねこれホワイトソースがさ赤みがかってるというかね、
うん、衣サクサクだ。結構これカニの風味くるね。でホワイトソースちょっと甘めでね、でコクもあって美味しい。で衣すげえカリカリで、これおかわりレベルだね。でもさっき揚げてたから揚げたてですよこれ。うん、あうまっ。エッグボムさんに謝りたいね。え、どういうことですか。いや、まあ、正直ほらオムライスに力入れてるから、カニクリームコロッケはそれなりかなって思っちゃったの。なるほど、全然違いましたね。申し訳ございませんでした。謝っちゃって。でさらに和牛のメンチカツ。おお、さっ、あ、すごい、ちょっと待った。ああ、ちょっとね粗挽きっぽい感じでね、ここにもほら玉ねぎが見えますよ、ね、見えてますよこれ。うわうまか、もう香りがすごいな。これやばい。エッグボムならあるここだけ今のビーフボムだね。つまんねえな。全然面白くねえよ、やめてくれ。よく自分で言ってる。全然面白くねえ。ちょっと今これご飯をちょっと囲みたい、今衝動になってるから。なるほどなるほど。あ、今チキンところ。やっぱりさオムライスってさ女性のイメージがあるじゃない。どうしてもありますね、うん、これだったらもう全然男もね気軽なく入れますね。結構テイクアウトも出てるらしいですね。さっきからねウーバーとかなんかそのテイクアウトとかいっぱい来るんだよ。この辺オフィス街でもあるからいいんじゃない。これでランチを会社で食べるのもありです、うん、ああ。チャンネル登録よろしく。1キロオムライスがやってました。唐揚げがねまたこれ開けたてですごく美味しそうで、香りもうまそうな感じがくるんですけど、この、ね、オムレツのこの卵もいいし、であとこのデミグラスソースね、で中にご飯がたっぷりと入ってることでしょう。すごいビジュアルでめちゃくちゃ食べ応えがありそう。これ唐揚げもね揚げたてだからねサクサクに揚がってますよ。1個もまあまあでかいな。うん、おおお、うん、カリカリじゃない。うわ、うん、結構クリスピー系だね衣が。クリスピー系で、うん、ニンニク効いてるんですよ。あ、ニンニク効いてる、うん、あ、いいじゃん。うわ、うまそう。これ卵はあれだよね、あのトロトロの方だよね。トロトロで卵がこれ2枚乗ってる。あ、2枚乗ってんだこれ。そうなんですよ。へえ。あ、これワケさんやばいし余裕でいきます。本当かよ。いつもあなた言うじゃん最初は。あ、これワケさんいけますねみたいな。でもなんか後半ちょっとさ苦しんでるみたいな。典型的だぞお前。これは大丈夫です。じゃあこれ皆さん言っときますけど、大食いではなくてこの方の素人大食いですからね。素人をつけとかないと。大食いファンの人が見たらさ、なんじゃそれやって思われちゃうから。そうですね。大食いの人はねこれをね2つとか3つね耐えだけちゃう人たちだから。であなたのためにほらお冷や。あ、すいません。水がないとあなた食べれないだろうから。おおお、一口でガブいったなおい、うん、卵もこっちのねふわっとしてる方もね。そうですね、いいよね、トロトロです。あなた全然こすけてないけど大丈夫さっきから。あれ皆さんね、この人はねこういうところあるんですよね。うまく食べることができないという。いやでもさ、この店1年半以上前からオープンしてたもんね。なんでもっと早く行かなかったんですかね。オムライスでさ、ケチャップライスが具沢山なのが嬉しいの。やっぱりこういうお店だから具は少なくてご飯だけが多いのかなっていうのもあったんだけど、結構ねこれ玉ねぎコーン入ってるんだよね。で卓上にねソースがあるんですけど、つきまして、うん、これいいね。うまい、うん、揚げ物に合う。で今ユッチーがねようやく今半分ぐらいかな、うん、食べ終わった感じですかね。あ、結構あれだね、ご飯ぎっしりだね。そうなんですよ。で胃袋的にはどうなの今。ちょうど半分ぐらいですね、うん、あ、そう。でも唐揚げもね6個あったのにもう最後あと1個とあとはもうちょっとか。この唐揚げほんととにかく美味しいんですよ。あ、そう、うん、これはもうそれは良かった。こんだけ具沢山のさケチャップライスが 600g まで無料っていうのはすごいね。すごいですね。俺のこれで300だから腹パンまではいかないんですけど、普通の男性だったらご飯400にしてトッピングを1、2品1品ぐらいでもいいのかもしれません。それでねまあまあお腹いっぱいになります。ちなみに改めてこの和牛メンチカツ断面こんな感じでございます。お肉の旨味がぎっしり詰まってます。うん、お、立ち上がって、お、どうで、お、最初あんだけ威勢が良かったのに調子乗ってすみませんでした。何が良かったんです。そして唐揚げラスト、このニンニクがご飯に合うんでラストスパートにこのブーストとして唐揚げを取ってたわけだね。そうなんですよ、こういう作戦です。それは申し訳なかった。もう後半戦もいいとこだよこれ、うん、いきなりねもう東京帰ってきたら、いや、わけさん、僕チャレンジさせてください。
これ大丈夫かな、見てる人は。またワッキー無理にユッチに食べさせてるんじゃないかって思われちゃうのかな。でも僕からお願いしてるんで、まあ、そうなんだけど、見てる人は分かんない人もいるから、ワッキーのパワハラが始まったとかもしかしたらプラス揚げ物を追加すればラストスパートもっといけるかもしれない。いや、あきらこれはちょっとモバイルオーダーで今、あ、ポケさん大丈夫です、自分はカニクリームコロッケ、これでギュリギュリです、大丈夫か。まあワッキー TV ではね、大食いの方ほどじゃないけど、今までいろいろやってるからね、伊藤食堂さんとかね、うん、若松屋さん、うん、やっぱりそれの経験値があるから見てるぞ、多分若松屋の店主も。そうだね。いやでも最近ワッキー TV も16万人いったじゃないですか、うん、その中で大食い担当でやらせてもらってるんで、うん、俺残さないですよ。そうなんだ、底辺 YouTuber の無理だからな。そんなね、頑張らなくていいんだよ。最後のこの量がね、なかなかきつかったりするんだよね。お、ここでソースをちょっとね、ずっとデミグラスだったからね、少し味を変えて、お、これはかき込むか、ちっちゃいちっちゃい、おー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 、いきやがった、おー、おめでとうございます、始めました。おお、おめでとうございます。ごちそうさまでした。これ何が一番の難関だったの、これ。ケチャップライスのバターのコク、うん、オムレツもちょっとあのコクがあるんですよ。そのコクが合わさって後半結構見に来ました。なるほどね。ちょっとしたバターのコクが徐々に徐々にダメージが来ました。バーコードを読み取って、はい。でこれでここでお会計をします。でお会計、はい、現金。これ楽ですよ。いや、ゆっち完食したね。いや、ギリギリでした。最初あんだけ余裕だったもんね。いや、もう腹パンですよ、今。やっぱりあのケチャップライス後半来たね。後半来ちゃいましたね。まあ俺はね、あの適量を美味しくいただきまして、いや、味はね、やっぱ美味しいですよ。うん、美味しい。で、他のお客さんもね、男性のお客さん多かったんだけど、やっぱり女性の方も来てますからね。そうですよね、うん。いや、新橋にさ、こういうお店があったんだね。知らなかったですね。男のオムライス、エッグボム。新橋駅 SL 広場から歩いて30秒ぐらいの場所にあります。1階に焼肉ライクさん入ってますんで、そこを目印しに来てもらえればいいのかなと思います。美味しいオムライスをお腹いっぱい味わいたい方はぜひ。そして今回のコメント紹介はメグ0109さん、初めてコメントさせていただきます。数年前ワッキーさんが一人でされている時から動画を見させていただいておりましたが、最近は毎日動画を見ることが日課になりました。どの動画も美味しそうに食べられるお二人の姿にめちゃくちゃお腹空きます。お体に気をつけてこれからも頑張ってくださいというコメントでございます。最近さ、もう初期の頃から見てたけどもコメントはしてなかった、だけど最近コメント書いてくれるっていう人がね、なんか増えてきてるんです。そうですよね、結構コメント欄も盛り上がってきてます、うん、俺は嬉しいですよ。あの皆さんからのねコメントはね、本当に僕ら励みになりますんで、ぜひぜひコメント、それからあと高評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。またね。高級天丼のお店がオープンしまして、なんとその天丼が1000円以下で食べられるという。でまずはこの蓋を、おお、こうなるんだ。天然の鴨だそうです。鴨がうめえ。ちなみにもう今満席でちょっと外並んでます、うん。